大倉山ジャンプ競技場に姿を見せたのは、札幌市応援大使に就任しているファイターズの伊藤大海選手と川野隆成選手です。2人はオリンピアンの原田雅彦さんとスタート台の高さを確かめたり、長野オリンピックのメダルを見せてもらったりしました。僕初めて登ったので、場所高かったですし、ちょっとここから滑るのは考えられないなというふうに、思いました。高所恐怖症なんで高いところ苦手なんですけど、興奮して楽しめたかなと思います。2人は野球とは違う北国ならではのスポーツを肌で感じていました。